こんにちは。こんにちは。久しぶりに来ました。はい。久しぶりです。ちょっとおっちゃんの山のもう一段落を終えて。はい。ただクソ忙しい。忙しかったです。相変わらず。忙しい。明日大阪、うん、で今日壁を全部張り終えたいなと。なるほど。ただ前回ねこれが全部買って売り切れまで買ってやっとここまでだったから、はいはい、今日全部あるかどうかは分かんないけど、うん、ちょっと風通しいい感じでわざとこうやってるけど今日全部張りたいな、うん、はい、もし行けるなら扉まで作りたいけど扉どうやって作ろうっていう問題もあったりするから、うん、まあとりあえず壁張りましょう。はい、はい。意外に壁大変やったっすもんね、確か記憶で。なんか結局、うん、打つところがないけん、足してやったけん、ね、意外と大変けん、意外と今日一日かかるかもね。明日大阪やけん、うん、あんま折れんあんま折れんじゃん、ま、困ることでね、そう、うん、探偵ナイトスクープみたいな言ってんじゃない、探偵ナイトスクープの収録がある、うん、で、3時ぐらいに出らんばけん、4時間しかない、うん4時間のために2時間かけてきたでまた2時間かけて帰って2時間かけて帰ってそしたらもう大阪やけんで、まあ買いに行きましょうと、はいはい、忙しいぜ、結構早くあれはこれはあれはこれは結構言われるけどちょっとねなかなか時間が、うん、飽きたとかじゃなくてなんかを進めようとした瞬間に忙しくなるとですね、うん、もう途端にそっちに、ね、半年1年ぐらいクソ忙しかったね。サダヨカとか釣りヨカとかたまに、まあ、今日は出せんけんいいやって言ったらサボってるみたいに言われたりする、ね、真面目に仕事しろとか言われたりするけどびっくりするもん。でトタン買ってきました。トタンを買ってきたのです、はい、釘がないことに今壮絶なじゃんけんが行われ、はい、徳ちゃんが一人で買いに行くことになりましたご愁傷様です。お願いします。あ、やったー。お、ちょっとだけある、釘ある。でも足りんくなったら徳ちゃん買いに行かんばよえもう一回じゃんけんって言うならどうせ足らんけん今買いに行ってて言うどうする、絶対もう一回じゃんけんする流れ作ろうでしょうろ徳ちゃん一回こういえば愛して、まああの愛してこうして愛してね、たらやったら買いに行きます。150あるおかもしれない。お、じゃあいけるよ。いやこれが新品だとしたらですね、うん、75本あるかなメーター50、うん、補強を作ります僕は、はい、あれ何メートル先は崩れもうジジイな仕事買ったと忘れたこれも一応色は塗ってある木なんですけど、うん、もうもう色がこんなに変わっちまったよ、変わったよ、錆びてきれん電動工具より早いマルノコ出すいい、一回の疲労がこうすれば、はい、パーフェクトボディ、あと仮止めをしてあるのを外していく、はい、ちょっと徳ちゃんに買いに行ってもらうこといっぱい使うねハハ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 ハもうジジイになってしまったね、俺もこれがコロンっていった耐えきらんやっぱ筋力も何もかもなくなってしまった若い時はイケイケやったのよ伝説の金槌みたいな感じ大丈夫かな、うん
そうになっていますもん、なんかサビが本当やこれ伝説文なんかをきっかけにね光り始めるかもしれないそのサビが取れてるから小玉さんの大好きな季節やけんが、はい、夏泳ぎたいねこの間その仕事でここ来た時のやつ、はい、あまりにも暑かったけんさ宗男くんマジで夏がいいとって言ったら、うん、あら暑がよかってすごさーって思ったねえ徳ちゃんこの間ひどかったね暑さ暑かったです日陰もないところで一日におったけんただ奥の前あの海川に潜れるっていうあ普段が普段も夏が暖かくていいとかじゃなくて街の中とか東京の街の中とかすごく嫌です、うん、ただ夏になると泳いだりできるっていう感じね、うん、もあるんで冬なんか遊びがないですよね特徴も夏派かこの間のあれも体験してもそうです、ね、でも寒いの痛いですもんなんか骨にあのもちろん右も打とうこれ切らんとか霧に入りますはい小玉さんはいはいこれ前した時握力のもうなくなったもんちょうど小玉さんあの砂の線砂の線で切ればいいですね砂の線でいい重なっとって上側やったのそうそう短いやつやったああそっかそっか握力なくなるでちょうどねはいライダーいっぱい切ったもんもう最悪この間ジンが困って混ぜようときにバーンって飛んで最悪やーって久しぶり聞いたあ混ぜようときにこませあの吹かせするときのあれ混ぜようときにピシャーって飛んで顔にバーンバーン最悪やーって久々にジンの口から聞いたって思って俺らは言うけど最悪やーって思って追い石をかけてなんか言いよけんもめちゃくちゃやめっちゃ面白い最悪やもう手を張ってくれビビオくん真ん中らへん最悪やあ身をいただけませんそこも切る切らんでいいここで鎧屋さんの乳首抜いたのかダウヤダウヤこれ何やった今のやった今の言い方徳ちゃんって、はい、今の最悪やどっちかというと出てこいやダウヤ順望の最悪やる時がこの言い方なんですよ限りなくて出てこいや最悪や最悪や最悪や小玉さんずっと切るように全部間違ってた最悪小玉さんサボりやろ時間がもう暑い日に当たった途端にチヤチヤ最悪や休憩しよう、はい、とりあえずそっち面は終わりかな、はい、おおいい感じ徳ちゃん YouTuber やりよるやん途中経過をちゃんと発表して片中から撮ってくるじゃあ休憩しようすごい今あった最悪やばいよ、ね、えいいふりやったっすけちゃんとね、覗き穴も作っとくすごいやこれ不安になるけんですね、ね中から見るとよく外じゃあ休憩しましょうはい暑いね暑いね日差しが暑いね昼じゃないですかあっつぁっ今日見せますね。やばいけど。あれ手袋いる？最初ピッて握った方がいいですよ。やばさだってやってたもんここで。はい、ください。切り落とすからこれ。で最初に握った方がいい。冷やそう。うん、中に入れとかますよね。夏ってやばいね。すごいですね。こんな
夏前かまだ6月やしあ、でも日陰来たらある程度モテるようになった。あすごいね。あ、ほんとや、ね、すぐ冷める。1分ぐらいでほらもう全然平気。すごいね。早さ合ってそうですか。うん、じゃあこのまま切ろう。ちょうど良さそう。はい、ソングみたいな。こずって当たっただけやけど結構痛かったな。わざとやろ。これだか、どれだか。この船で俺海賊になるのかな。いいよ。でね、いいよ。並んでるかな。いいよ、どっちでもいいよ。なるかな。個人の自由やけん。あとはラムと行くけん中から見よって。はいはい。壁が全て作られて。さあラスト。行くよ。はい。全ての壁が今張り終えません。あ、せん。せんか。はい、はい、張り終えました。はい、はい、どうする、ご飯食う、それとも終わらせて帰りがけ食う。終わらせそうか、先、うん、じゃあ、組み替えいきます。はい、はい、あの上も切ってから、うん、なに、ときちゃん2人で行ってくる。じゃあ測って飯食い行く。なんで。したら壁はもうあとここだけね。ここのちょっと余りの部分。そうね、上と横。うん。うまい。危ない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 。なんか無理やってしたし。一倍ここにさ。うん。これだからもう。3枚か。よし、じゃあここ切っていきますか。はい、50つとね、うん、長いの貼って間を埋める。ん、あーここね、うん、長いのでいくか、うん、じゃあこの長さに切ろうから、うん、ここから25。あ、山の部分から剥がっていていいな、うん、ちょうど山や、うん、ラッキー。うん、ここや。髪を切るようだぜ。もう、まんま裕次郎にとっては。手で裂いてください。やるやるやる。知ってる、あの、ビール瓶をやるやつ。あの、ピンって。そう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 。女性の TikToker とかがさ、こうやってビール瓶をなんか、なんかでポンって線を抜いてる動画を見た裕次郎と、オリーバーと、誰、まあなんか誰なのか知らんけど。プンってやって、ポンってやって、最後あのコーラの後ろの瓶をピッて取って、アハハみたいな。あの、これ真似してる人かな。そうそう、モノマネしてる人。ナイス。ダブルショーなもんやね。マグは、中とか。そうなんだ。忘れ考えてみたら。え、ここ窓にしたらよかったのか。あ、ね、窓の中だと暗かったじゃなくて、あ、電気暗さですね、うん、窓とか考えてた。確かに考えてなかった。そうやろ。それまで1丁ぐらいでいいよね。明かりとるの、はいはいはい、俺ら暗いとこの方が好きやけんか。はい、オッケー。はい、この角がなんか危ないけん。そうですね、どうにかせんといか、叩いとく、うん、うわ、なんでか雲だ。白でか雲。白でか雲。うん。ホワイトなんかあるから海外で高く売れるんじゃないか。でも、うん、カランチュラとか買う人結構いるじゃん。うん、足高雲買っちゃダメ。人気かもしれんね。足高。スリムロングレッグスパイダーとかなんか名前つけて売ったらさ。もうあれ日本の州って分かったんならもう軍曹で出そうよ。ああ、そうね。軍曹。軍曹っていう。足高軍曹。えー、
じゃあとりあえずできることは今のところこれぐらいか。う、ね、できることはもう、うん、これギリギリに切りすぎた。お大丈夫。そしたらあとは釘待ちで。うん、釘待ちダイヤリーで。はい。じゃあ、ありますか。これでも終わりそうね。一回します。あーっ、もうなんでいつも熱いと。温めてきました。バリトランド、やばいよ。そっか。あれ、あと、今日これ。あー、バリは危険、危険。これ危険ね。ビニールテープとかでもとりあえず貼っとく。まあまあ、とりあえずでしかなかろうね。うん、あー、もう仕事されあー、俺も、もう見たら、チー見たら気分悪い。これ何センチ？どがんしようか、それ。あ、いた！あー、仕事されどがんしようか、でも本当に対応を考えとかんといかんね。ですね、ちょっと危なかったですね。よれさん、クリックして、バン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 ってしたらこう。うん。あ、ほんとやね。投げたら。ナフーナフー小玉さんがよう言うもんね。なんか見せた時とかに。ナフーいいのまた見てほら。こうなった後に、はいはい、ね、完璧。なんで児玉さん、ナフって言ったよね。言ったよ。うん。よっしゃい。ナツキコン見てほら。おぉ、パンキン職人。こっちか、こっちか、ミラム。ほら。ナフた通りにできたっすね誰のせいと思いやったかっつってこのメーカーに言わんといかんすね訴訟起こしますかこれうちにこれあ、分かったそれする必要なかったこの内側に入れたらいいやん、切った方おおあー、ほんとっすねそうか、もうすぐさあ、残すところあとわずか中野めいちゃん来ないかなバイク乗ってキツネさん現場直してる場合じゃないですよ握力がおかしくなった新商品みたいなはい、徳ちゃんお願いじゃーんはい、はいあ、そうか、ここがこう合わせなとかしえい完成やどうだはい社長、壁完成窓なし窓なし取り切っちゃはい片付けと寸法を測りしよう、うん、そうですねこっちから見るとこんな感じ、うんはい、左右の壁がつきましたね、今日は、うん、風通しよくしよったけどうんこっちも、はい、あとは電気の配線通したりは、うん、もう設備屋さんに頼む予定、うん、トイレとか俺ですか、うんよっしゃじゃあ今日はここまでで片付けして、はい、寸法を測って帰りましょう、はい、片付け開始片付けご視聴ありがとうございますありがとうございます釣岡プロデュースの海鮮丼屋ゴルフスタジオを営業しております海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しておりますぜひお越しください高評価チャンネル登録もよろしくお願いします